はい、おはようございます。今から二条が上がりますよ。登山道を行くか、どうする、道路を行くか、登山道を行っても仕方ないか、いやいや、登山道行こうか。はい、登山道行きましょう。セラー道とか十三重塔とか、その辺ちょっと回って行きましょうか。真っ暗やな。三週連続でございます。もうだいぶこれ斜めになってねえな。ものすごい歩きにくいですわ、階段が。9時14分ぐらいか。はい、もう一回上上がりましょう。今日温度22度ぐらいだったかな。今熊降りた時の温度がね、涼しいですわ。もうだいぶ離されたね、前の方ね。おお、見晴らしいわ。こうなんですよ。あら、段階になってるね、これ。すごいこと。うわ。ビルの屋上からよく眺めてましたわ、こちらはね。大阪市内から。もうちょっと上がるとね、あ、ここはセラー堂とね、十三重の塔があんねや、石塔が。あ、でも見とかないからね。先に展望台行ってみようか。展望台。展望台すぐやからね。ここの、横のあれだよな。この網を見たよね。こちら大阪がね、綺麗に見えるんやけどね。一番上上がるとね、大阪平野が一望できるはずなんだけどね。横から行こうか。階段がちょっとね、あんまり高すぎるんで。はい、ここ展望台。さて、わ、よう見えんだけど、残念やね。残念でございました。雲がね、ちょっと下まで降りとるんで。あれが PL 塔かね。まあ、わあ、ここが目岳ですからね。大岳ちょうど見えないですわ、反対。大岳、ちょっとセラー跡見てみましょうか。十三、十三重塔、石塔かったかな。十三重石塔見らないかんね。これが有名な十三重石塔でございます。この上までずっとね、岩があって、これずっと掘り出してね、残したということらしいんだけどね。これの模型が飛鳥博物館に飾ってありますわ。一番地下にね、ドーンとね。飛鳥博物館の方が大きいんちゃうかな。どうなんだろうか。ぬるく穴が開いてるのね、すごいね。やっぱり上ちょっとかけとるね。セミが鳴いてるぞ。今日9月の16日やからね、もうあんまり鳴かへんのけどね、普通はね。ああ、これも全然あかんね。もう富士がこう流れてしまってね、これ歩かれへんね、これ。そうそう、二条さん、花がいっぱいあるよってされましたけど、全然見当たらんな。今日も花があったら見とこうか。わしのイメージだとツツジと桜とあとユリぐらいかな。見たことあると記憶残ってるな、この小技は。こんな若い時は走ってねえ、子供連れ来た時これ走ってもうと、みんな
30年前、いやー、差し乗ってたな。やっと上がったんですよ、これ。あの上でね、弁当食べてたな、弁当。米が来た時で、ね、いつ来たんだろうな。覚えてないね。よいしょ、よいしょ。よいしょ。ここで昼ごはん食べたこと記憶残ったね。ここから左上がるね、左。ああ、やっぱりまだ、ガスってますね。あそこ第一展望台。変わらんがね。ここや、ここ。これ見えるかね。見えるよ、これ。岩は危ないからね。あらあら、いっぱい来てはりますわ。またこう。これだけ雨で崩れるのかね、これ。これどうだろう。この上に上がるためにはどうすんね。ここから上がるか。おい。よし。もう夫婦移動だからね、ここで。覚えがんねよ。30年以上前。もっと前や。40年前や、これ。小さかったのにね、これ。これ、覚えがあります、この木ね。よいしょ。この上から見るとね。これ、小さかったんだよ、これ。本当大きかったね。全然覚えてないね。もうそろそろなんだけどね。もう道に出らんとね、行けんはずなんだけど。あ、なんか見るでしょ。まあまあ。あ、道や。あ、このルートか。このルートが今の左行ったら怖がってくるんだよな。歩いていきましょう。あら、全然違います、道路開くのとね。この辺が桜のね、名所でございまして。さあ、見てみましょう。展望の上が大観眺め。あら。ちょっと木がちょっと見えないよ、これ。ちょっとあれだからか。もう一個上上がってみようか。せっかくやから上まで上がってみよう。よしよしよし。階段上がるのがつらいぞ。おお、こんなってんだ。これは見えるわ。はい、初めて来ましたけど、ほら見えますよ、これ。大阪平野。ああ、残念やね、かかってて。ね、ここ上がっていきます。ここ上がってきたからね。これ。ほんで、これがダイヤモンドトレイルがずっと歩くんよ、これは。歩いたね。ダイヤモンドトレイルはこれ左行かないかんねえな。うん。上行か？広場になってますからね。ここでみんな昼弁当食べてあるけどね。これ、ね、これも見えるやんか。ここは別にね、普通の州でもまだ行けるけど、あ、岩場はちょっと大変やわ。はい、ここですよ。あ、ここね、ここはトイレがあったとこかいな。ここは知らんねんな。この辺なんか昔売店がね、トイレなくてあったんやけどね。おでんかなんか売ってあったんだけどね、記憶によると。これ言ったら目だけだけどね。
目だけはどうする、先に尾崎から行こう。今日のメインイベントは何やったっけ、そうそう、大津巫女の墓を行かなきゃいけない。どれぐらいのやろ、何メーター、 0.6 メーターもあんのかい。 0.6 メーターキロメーターやで。 0.6 メーターやったらね、600メーター。低い山と思って上がってきたら登れ方あります。いや、分かんない、登ったらこんなにしんどかったか思って、ね、あ、まあけど涼しくなったからね、はい、暑い時にはまあすぐ道が雨に来たけどだいぶ楽になったね。で、参りました。この この階段でございますからね。今ね、ちょっと教えていただいたんでね、こちらの方に展望台があるらしい。50メーターほど行ったらちょっと下ったぐらいで、ここ、確かによう見えますけどね、雲がガサガサ取るからね、どこも一緒だね、はい。あら、感覚が全然なんか昔来た道と。この回転で かけないのこれ。これ神社かね、工人とかいたわけな。光ったんだ、40年は。これがそうかいね。二胸、三胸ってのはなんか勘違いしてるね。これが、大津巫女さんの。こんな立派だったっけ、これ記憶ないね。はい、すいません。いやいや、早く早く。これ宮内寺の感覚やな、これな。あの雰囲気は。これなんて、行場は綺麗です。これ行場です、これ。ああ、失礼しました。ああ、綺麗に、ほんまに綺麗に掃除してはりますよ、ここ。これ。はい、ありがとうございます。挨拶をしとかないね。はい、ありがとうございました。ごめんなさい。